なるほど、ギョイギョイギョイ、このタイミングで足元へのパスが欲しいと鬼は言ってる。ナムサイからのワッツと鬼は言ってる。なんじゃこいつら、誰か止めろ。最初の30分、俺は最終ラインの右センターバック。やることは明確だ。まずあの二人のコンビネーションを全員で食い込め。は？全然止まんないじゃん。映像で対策はしてたのに。俺たちの武器はアイコンタクト。付け焼き場のディフェンスでカンパできるほど甘くないぜと鬼は深く思ってる。来るぞちぎり、俺たちで止める。ちぎり？ちぎりってあのガラスの天才くんか？おい鬼、こいつまだサッカーやってるよ。よっぽど自分の過去の栄光が忘れられないんだろうな。うんうん、そうだね。元チームメイトとして言わせてもらえば。もうお前は終わった選手なんだよと鬼は言ってる。おいおい、いいのか。走ったらまたぶっ壊れるぞ、ガラスの足が。ふざけんなてめえ、ファールだろ今の。 VAR さんよと鬼は怒ってる。ファール覚悟だよ、おしゃべり変人兄弟。プレー続行だからファールじゃねえし。ナイスパス潔。つうかこいつらの言うことなんか相手にすんな。ちぎり、過去のことなんてどうだっていいんだよ。俺にとってのお前はチーム Z のちぎり兵馬だ。うるせえおせっかい、俺に構うなっつったろ。別にお前のために言ってんじゃねえよ。お前みたいに誇れる過去なんてないけど、俺はサッカーを諦めたくなくてここに来たんだ。人生変えるためにブルーロックにいるんだ。お前の過去も怪我のこともよくわかんないけど、俺たちはストライカーだ。悔しいのも苦しいのも何もかもゴール一撃で生まれ変われる。